取り組んでいるもしも全てがうまくいくのであれば3月上旬に実にすごいものが発表されると思ういやあなたのホビーにカメララ技術をプラスアルファこれが228のレンズが出るんだろうけどもそれが出た後うん、うん、CP プラスが終わった後はいすぐに別の商品を発表する可能性が、はい なんとあるじゃなくて非常におっと最近ちょっとあの噂サイトのねあの言葉の見方が分かってきましたからあれですか政治家のなんかこう言葉をちょっと政治家こ拾うみたいなそう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 そらそう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 そそう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 う 噂に取り組んでいるもしも全てがう,うまくいくのであれば3月上旬に実にすごいものが発表されると思ういやだったらこれっぽいな S のこのよくわかんないすげえやつそれかさっき言ったうんああ C, <か> C の S か C の S と <S うん機種挨拶で言ってた機種,種 6700R 思い出したよそれだ <laughs> はいだから何が言いたいかっていうとこんな短期間に何かこんな眉唾な棋士が3棋士も噂が出るってことはまあどれかかする可能性もあるかもしれないとどれかすったって結構びっくりですよだからこれ CR に次ぐびっくりですよはい いや大丈夫かなソニーこれ <laughs> そ,う本当にそうだよね大丈夫かなソニー、ね、<laughs> 大丈夫かな <laughs> 皆さん皆さん熱いよはいちょっと部長せっかく<れ>だからアルファ1の光景だったりしてこれだだなそれはない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 まだだな,ないまだないファームウェアが来るんだからファームウェア <laughs> ファームウェアが来るからあと、うん、間違いなくキャノンさん見てからっすよ、ま、<laughs> そう一年伸ばすからまだ はいキャノンさんの R1 見てからですよ、当然、ソニーは見る余裕があるんですよ、なぜならば、ナインスリー出したから、アルファはそんなに慌てなくてよくなったんですよ、要はもう前衛で戦うもうエース級の選手が要はできたわけなんで、そいつがしばらく戦ってくれるわけですよ、キンキンキンとね、なので、しばらく後ろで様子見れるわけですからね、次の戦略として。とりあえずストライクガンダムは出したと、後で後ろにフリーダムが残ってると。はい あしてこう準備してああそうそうからまだいいみたいな感じで <laughs> ねっ、はい、<laughs> そうあもうちょっとじゃあちょっと見ようかな,あ<の>なちょっとフリーダム系はちょっと部長あのちょっと弱いのであの俺のあんまりちょっとガンダムネーターがあんまり <laughs> ちょっと噛みつけ悪かったですけどもはい <laughs> あのはいいやーでもねこれどれが出たってすごい結構あるっすよすいはいまああるか、ね、もしかしたら6700あるかもしれないしちょっと ショートでも上げてましたけど、うん、もしかしたらワンチャン APSC の積層型かもしれないしみんなが待ちますね。いやーこれはちょっと俺ねありそうだねこれねもうだって93のグローバルシャッター出す会社ですから、うん、もう何か何でもありな気がしてきちゃうこれ見るとせっかくだから部長なんか拾ってあげるのありますか皆さんたくさん書いてくれますよ。

RX1 の新型きつい衣装ここに来てまあ噂ちょろちょろあったけどねアンケート取ってるとかさう、うん、もうちょっとソニーなんだろうなんだろう大儲けしないとだからこういうお遊びはちょっとだからあ CR が出ちゃったからねやっぱねちょっとやっぱなあ CR が出ちゃっただまあ、うん、CR と RX1 は違うっていうのは確かにおっしゃる通り、うん、めちゃくちゃ分かるそれはよくよく重々承知しておりますが、うんうん 要はちっちゃいコンパクトなフルサイズ機という面では,でうはそう,そう出ちゃったねあ。要はもう CR に小さい単焦点つければ達成しちゃうっていうのがね。うんうんうん、そ,そこなんだよね。ちょっとあるんですよね。うーん。わかるね。まあまあソニーはなんか俺ちょっとまだおおお遊びしないと思う。そ,それからね。 うん、ガチンコでると陣太さんが言ってた ZVE10 の二型が出るんだけどなんかすっごいすっごいなんかすっごい形が変わるとかなんかちょっと面白い機能がつくとかさ例えばなんかこう例えば液晶が縦になるとかさ縦動画撮れあ分かんないけど適当に言っただけだけどなんかそのこうちょっとギミックがついてちょっとなんか時代に合った Vlog 機みたいなのも可能性ちょっと考えたのそれもワオじゃん。 だただのいい点そう,う<わ>いい点がちょっとかね<え>本当にメジャーヒット商品だからねそうちょっと本当に形も変わるだからちょっとしたなるほどそれ確かなありだねうんなんかねうんありっすねそれうーん <laughs> RX100 Mark 8はないおおこれくるねアクションカメラもないからないから何がアクションカメラないから アクションカメラやっちまったじゃないですかもうねもうやっちゃってるじゃんやっちゃったじゃないですかもうやっちゃったしもうその間にもう周りの敵はもう超進化を繰り返してもう手がつけられねえんですよもうあいつらもう無理無理ソニーは無理あいつらも手がつけられねえんですよね本前さんアルフ α9C はどうでしょうか 9C かだからもう C がだから6,700とかのさっき言った積層型か積層型になるんだったらねうんうんだから 9C かほう C ないんだよね、うん、ないやつ違うか 9C だいは積層型の安いの、うん、まあ小型ってことだよね小型機小型機あの軍艦部がない、うんうん、切れてるやつ、うん だけどさそれ言ってたら噂に出るってああそっか噂に出るってだって CR の時もそうだったじゃん出る出る出るって言ってて出る出る出るのか本当に出るのかけどずっと噂に出ててさ出る <わ>私たち、ね、そうでレビューに行ってあ本当に出るんだって言ってたじゃないだっては <laughs> 岡本さんとよ驚きっすよね、うん、初めて、うん、いやーすごいっすわーそう GoPro でさえアクションカメラとして息切れしてるからねもう結局ライバルがすごいから360とかねあそっかそうだよね、うん、他のも結構よくできてるからねうん、うん、あとまあ結局その 似たような形のすごく激安のものの品質がちょっと上がってきちゃってるんだよね、うん、きっと。で結局まあ本家の,の GoPro とか、うん、あとはそのなんだインスタ360かあまでの機能はいらんとそこまでの過失もいらんと、うん、ただ上部区で壊れないボディカメラが欲しいっていう人なんかはそういったまあ要はまあコピー商品みたいなもので十分なわけですよ。うんうん うん、でこ壊れたら買い替えればいいみたいな感じだもんね。そううですねですね,すね壊れたら買いいえるっていう、ねまあ、あとは意外と買っても、うん、例えばじゃあもう67とかなってもさもう俺の中では4と5型で十分だとかさ、うん、そういう人も結構意外と普通のカメラよりなんかちょっとアクションカメラの人使う人ってなんかそういう人が多いよ勝手な思い込みだけど <laughs>、うん、あんまりこう、うん、そんなに常に買い替えないような気がする。ああいううなんかこう、うん 使い方がシンプルだかうことはねあの求められるのは要は途切れない電池とかその暗いところでちょっとでも綺麗に映るとかんかほんとすげえシンプルななんかパンチが強いとかなんかそんな感じのんかま技巧的なところはあんまりないそうどこれのせるとかこれつけて悪くなってるだけでもねスタート止められるん まあだけどねそんな感じでねちょっとソニーかなりちょっとこう過去例を見ないセンサー展開をちょっと見せつつある、うんうん、うって感じですよね今、うん、2400万画素のセンサーってまだ普通のありますからね、うん、当然ありますからねセブン3まだ現行でしょセブン3は落ちたもう落ちたどうかな C があるかセブン C セブン C 現行でしょ 1>,、うん、1型 1>、うん、うん、そうだね だったら,ら2400度普通あるね。2400、うん、万画素、3300万画素、6100万画素、えー、っと、あとは2400のグローバル、で、5000万画素の積層か。こんだけあ、じゃ1200万画素。すごいぜ、深瀬君、今6種類、センサー。すごいね。これ全部フルサイズ。うん、すげえな。いや、これ結構すごいな、これ。 いやー。矢島さん、ないと思いますが、六四の二型はやめてほしい。なぜなら。一昨日、現行型を注文しため <laughs>、おめでとうございます。はい、大丈夫ですよ。それはもう、まあ、当分出ないです。そんなの、十年は出ないです。はい。ねえ、まあ、でも、あの、ご注文、おめでとうございます。